誰もいないな。兄さんの部下はここを引き払ったはずですもの。とはいえ、生物フォミクリーが復活してしまったことは事実です。そうですよね。レプリカが大量生産されちゃってますもんね。禁忌か。人間は禁忌ってやつに弱いな。好奇心という誘惑ですわね。研究者たちは悪用されると分かっていても止められなかったようですし、兄さんはその気持ちすらも利用していたのね。まあ起きたことは今更どうしようもない。これからどうしていくかだ。俺たちの前には問題が山積みだからな。そうですわね。一つ一つ片付けていかなくては。オミクリレプリカ。ウーク、言っただろ。起きたことを悔やんでいても始まらないんだ。ああ、分かってはいるんだ。だけど、俺は。ティア！ごめんなさい。少しめまいがして。私、イオン様を呼んでくる。平気よ。薬が切れてしまっただけだと思うわ。でも、おかしいですね。薬が切れただけならそれほど顔色は悪くなりませんよ。どういうことだよ。もしかしてひどくなってるってのか。それはないと思うわ。正気を吸わなければ進行しない病気だもの。とにかく教会まで歩けるか。そしたらアニスが休む場所を用意してくれてるだろうから。大丈夫。ありがとう。皆さん、ティアが倒れたと聞きましたが。イオン様、大丈夫です。すみません、ご心配をおかけして。ティア、とても大丈夫とは思いませんよ。そういえばアニスはどうした？あれ、先にルークのところへ戻ると言っていましたが。来てないぜ。仕方ないですね。すぐ戻ってくると思いますから、先に僕の部屋へ行きましょう。おかしいですね。新たに正気を吸わない限りはここまで消耗するとは思いません。プラネットストームには正気が混在している恐れもありますが、その程度なら音符体を抜けた後、大気圏外に離脱してしまいます。影響はないと思うのですが。まさかプラネットストームの活性化でまた正気が発生してるとか。やはりティアの体に蓄積した正気の除去を考えた方がいいのではなくて。それは無理だってベルケンドで言われたじゃない。それよりナタリア、スコアについての会議を同志に提案するんじゃなかったの？それはそうですけれど。あの、実は僕、ティアの正気をなくす方法に心当たりがあるんです。ただそれを行うには僕の。イオン様、大変です。アニス、どこへ行っていたんです？それが外が大変なんです。外がどうしたんだ？正気がバーンと出てきてマジヤバですよ。イオン様、来てください。私たちも行きましょう。ティア、あなたが倒れたのは正気の復活を敏感に感じ取ったからかもしれませんわ。ここに残りなさい。正気が復活したのならどこにいても同じよ。無茶ばっかり言いやがって。でも事実よ。分かった、無理はするなよ。ええ、ありがとう。また正気が出てくるなんて一体どうなってるんだ。正気は消滅したわけではありませんので、漏れ出る可能性はゼロではありませんでしたが、
偶発的なものとは思えませんね。とにかく様子を見に行きましょう。あなたはあまり無理をなさらない方がよろしいのではなくて？そうだぜ、またぶっ倒れちまうぞ。どこにいても同じと言ったでしょ。私のことより正気を急ぎましょう。なんだ、動くな。リグレット教官、これは何の真似だ。今お前たちに動かれては迷惑なのだ。それにローレライの鍵についても聞きたいことがある。おとなしくしてもらうぞ。投げに移る動作が遅いと言っただろう。同じ間違いを二度犯すな。イオン様に何をさせるの、リグレット。アリエッタ、そこをどきなさい。イオン様に第七布石のスコアを読み直しさせるって本当なの？どうしイオンにプラネットスコアを読ませる。そんなことをしたら体の弱いイオン様は死んでしまう。アリエッタ、そんなの許せない。モースを動かすにはそれが一番簡単な餌よ。あなたが望むフェレストを復活のためには必要なの。わかるわね、ルーク。イオン様はアニスがここの教会にあるセフィロテへ連れてった。アニスが？アリエッタ、裏切るの？伴奏長はイオン様を殺さないって言ってたもん。裏切ったのはリグレットたちだよ。ルーク、例の隠し通路へ行きましょう。確かにアニスの様子はおかしかった。わかった、ありがとう、ありがとう。リグレットの狙いは何なのでしょう。同志イオンにスコアを読ませることはバンの意思とは反するはずですが。ああ、それに気になることを言ってた。モースを動かす餌だとか。ともかくイオンたちを追わないと。もしスコアを読まされちまったらマジで死んじまうぞ。アリエッタも同志イオンの死は望んでいなかった。六人称も今は完全な統制が取れていないのよ。そのようですね。とにかくグズグズしている暇はありません。アニスも気になるしな。あ、急ごう。待て、ルーク。どうしてここにモースがいるんだ。それにアニス、これは一体どういうことなんだ。それは…リグレットめ、こんなガキどもすら足止めできんとは。アニス、ここは任せたぞ。裏切ればオリバーたちのことは分かっているな。おい、アニス、オリバーさんたちがどうしたって言うんだ。うるさいな。私はもともとモース様にイオン様のことを連絡するのが仕事なの。待ちなさい。ダメですね、反応しません。他にセフィロトへ行く方法はないんでしょうか。おい、これを見てくれ。手紙を持ってるな。ザレッホ火山の噴火口からセフィロトへつながる道あり。ごめんなさい。アニスからですわね。それにしてもモースのあの口ぶりだと、まさかご両親を人質に取られているのでは。そのようですね。まあ、もともとモースのスパイだったのでしょうが。とにかく今はアニスの手紙を信じてザレッホ火山に行ってみましょう。イオン様にプラネットスコアを読ませては危険だわ。ええ、イオン様はレプリカです。プラネットスコアを読めばその瞬間に体内のセブンスフォニムが尽きて亡くなられてしまうでしょう。そうだな、何としてもイオンを助けないと。アリエッタがいなくなってたな。リグレット教官も、あの二人どうしたのかしら。相打ちでも死体は残っているはずですからね。
大佐、アリエッタは敵とはいえ私たちを助けてくれましたし、リグレットはティアの教官でしたのよ。もう少し言葉を選びなさい。これは失礼。おお、ティア、アリエッタから話を聞いたぞ。モースが同志イオンを連れ去ったそうだが。はい、これからザレッホ火山へ救出に参るところです。ところでアリエッタは怪我を負っていたのでオリバーたちの部屋に休ませている。しかし亡くなったはずのリグレットとアリエッタが現れたり、正気が復活したり、全くどうなっておるのかの。正気が復活したっていう話は本当だったんですね。うん、おかげで町は混乱している。気をつけて行きなさい。こちらも急いで火山にオラクル騎士団を差し向けよう。あ、そうだ、どこかでオリバーたちを見かけたらすぐに戻るよう伝えてくれ。アリエッタの面倒を見る者がおらんのだ。なるほど、こいつはアニスの両親が人質に取られてるって線が濃厚だな。ああ、納得してやらないとな。まさかアニスとモースがつながっていたなんて。何か事情があるはずだ。じゃないとアニスはちゃんと道を教えてくれたんだ。訳ありなのは確実だろ。おしゃべりは後にしましょう。このままでは取り返しのつかないことになります。そうですね、レプリカである同志イオンがプラネットスコアを読まされたりしたら、アルビオールならザレッホ火山へも侵入できますわ。急ぎましょう。ああ、イオン死ぬなよ。くそ、これもローレライがどこかに閉じ込められてるせいなのか。だとしたらバンは本当に兄さん生きているの？ティア、大丈夫ですの？ええ、正気に当てられただけ。ティアの体は正気の復活を知っていたんだな。私は平気よ。今はイオン様を追いかけましょう。ティア、ごめんな、助けてやれなくて。バカね、そんなこと気にしている場合じゃないでしょ。それより急ぎましょう。何ですのあれは。あの人はイエモンさん。そんなバカな。いいからそこをどけ。しっかりなさい。レプリカ、なんだって。彼らはレプリカではないでしょうか。以前レプリカを軍事転用するために特定の行動を刷り込むという実験をしていました。彼らの目はその被験者たちによく似ています。標的発見、捕捉せよ。姉上。姉上が一体何を。どうしてだ。どうして姉上がいる。ガイ、どうしたんだ。フリングス将軍もいるわ。グラン国まで確かに見とったはずなのに。他にも亡くなった方の姿が見えますわ。大佐の言う通り、彼らはレプリカに違いありません。モース様のご命令だ、殺せ。不実では民間人を巻き込む恐れがあります。出口方向のレプリカだけを始末してこの場を。待ってくれ、そこには俺の姉上やマリー姉さんがいる。レプリカですよ。わかってる。だがレプリカだってわかっててもイエモンさんたちを殺せるわけないだろ。それではモースの思うツボですよ。私に任せてください。ティア、こんなに大勢を眠らせたことはないの。効果は長く続かないと思う。早くここを離れましょう。くそ、
立て続けにいろんなことが起きて頭の中がぐちゃぐちゃだ。スコアをどうしていくかどころではなくなってしまいましたわね。まさか姉上までレプリカにされるとは思ってなかったよ。私たちに縁のある人のレプリカを作ることで動揺を誘うつもりなのかもしれないわ。モースのやつどこまで来てないんだ。ですが効果的な手法ではありますよ。嫌なこと言うなよ。これは失礼。とにかく今一番急を要するのはイオン様の救出です。下手をすればイオン様は死ぬ。そうだな。それにアニスのことも気になる。今はザレ・ホカザン急ごう。まさかあれほどのレプリカを作るとは。死んじまった人たちのレプリカを兵士に仕立て上げるなんて。姉上。ガイ、あれはレプリカですよ。頭では分かってるんだけど。私たちが躊躇するのも計算づくとは。なんと非道な。次に我々を阻むようなら排除するしかないかもしれません。そんな、なんかいい方法ないのかよ。またティアに負荷を頼むのですか。私が見る限りティアの衰弱もひどいですよ。くそ、私は大丈夫よ。また襲撃されたら止めてみせるわ。そんなこと言ったって。いろいろなことが起きて混乱していますが、今優先するべきなのはイオン様の救出です。ルーク、浮き足立たないように。いいですね。その通りよ。何をするべきなのか考えて、行こう、ザレ・ホカザンに。当然ですわ。クリフォトに降りてからのザレッホ火山は今まで以上に活性化しているそうですし。とにかくパッセージリングのある方を目指せばいいんだよな。僕、セフィロトの場所を感じるですの。迷ったら頼むぜ、ミュウ。はいですの。おお、危ねえ。大丈夫、まともに食らえば火傷では済まないわよ。なんとかな。しかしこの迫ってくる溶岩、なんとかなんねえのかよ。溶岩の動きをよく見て慎重に移動するしかないわね。うぜえな。空でも飛べたら楽なんだけどよ。しかし暑いな。火山の中ですからね。息を吸うだけでも喉や肺が焼かれるようです。なんでジェイドは涼しそうなんだよ。いえいえ、暑くて死にそうですよ。なんかムカつくな。前に来た時より暑くなってる気がするわ。ミュウ、セフィロトはまだですの？もうちょっとですの。たどり着く前にこの暑さにやられそうね。アニスの狙いはそれかもしれませんね。私たちを一気に始末する。ジェイド！冗談です。たく、半分は。皆さん、こっちですの。ご苦労様です、ミュウ。はいですの。あいつ無駄に元気だな。ジェイドといい、ミュウといい、余計に疲れるな。何なんだ一体。あれだわ。あ、ドラゴンですわ。火山の中に住んでいるとは大した生命力だね。このまま進んでいくと彼との対決は避けられませんね。いや、彼女かな。あら大佐、ドラゴンの性別がお分かりになるの？ブレスの吐き出し方で。すげえ、ジェイドって何でも知ってるな。分かると面白いなと思っただけです。さあ行きますよ。そんなこったろうと思ったぜ。
まったくだわ。毎度毎度暑いところに行くと思うが、ジェイドってなんか自分だけ涼しい武術とか使ってんじゃね。そうですわね、だんだんそんな気がしてきましたわ。ずるいですの。いやですね、そんな器用なことができるわけないじゃないですか。いや、何か秘密があるはずだ。まさかその服に秘密が。マルクト軍が開発した空冷服なのかもしれませんわね。脱げ。は？そうだ、脱げ。ええ、お脱ぎなさい。脱ぐですの。皆さん、目が座ってますよ。ちょ、何を。30代後半の男性軍人を脱がせるなんて正気とは思えないわよ。暑苦しい。ほ、気をつけて、来るわ。隙を見て攻め込むぞ。今だ、行くぞ。楽できそうですね。油断は禁物。天照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 天
ャッ調子に乗んな。アジャの天候キラリ、新たな力ですわ。ちょっとかわいそうですの。そうだな、俺たちが勝手にあいつの家へ侵入してるんだもんな。イオン様が心配です。この先へ行ってみましょう。ああ、なあ、プラネットスコアってのは一体何なんだ。普通のスコアとは違うのか。プラネットスコアには星の一生が読まれているの。第七布石に書かれたスコアがそうよ。第七布石、あの近くで見つけたあれか。そうね、その第七布石に書かれているプラネットスコアは同志、つまりイオン様だけが読むことができるの。でもそれにはものすごい負荷がかかるわ。負荷って、あいつただでさえ弱っちいのにそんなことして平気なのか。平気なわけないじゃない。同志イオン、